ラビングアイという名前の二人は2016年のイギリスアメリカ合衆国の電気映画。偉人士観の結婚が違法とされていた1950年代のアメリカ合衆国バージニア州を舞台に自らの愛を貫き通すべく戦った白人男性と黒人女性のラビング夫妻の実話の映画化。この実話に深い感銘を受けたコリンファースが映画化を熱望。 プロデューサーに名乗り出て映画化が実現した。1958年のアメリカ合衆国バージニア州。大工を営む白人のリチャード・ラビングは子供の頃から深い絆で結ばれていた黒人の恋人ミルドレットから妊娠を告げられて喜び結婚を申し込む。しかし当時バージニア州では偉人主観の結婚は法律で禁止されていた。それでも 子供の頃から深い絆で結ばれてきた二人にとって別れることなど考えられなかった。そこで二人は偉人主観の結婚が法的に認められている。ワシントン DC で結婚した後、地元に新居を構えて暮らし始める。しかしある夜、保安官が突然押しかけてきて、二人を逮捕してしまう。二人は離婚か去境を捨てるかいずれかの選択を迫られるが、それでも、 愛を貫きたい二人は、ある行動に出る。2016年の第69回カンヌ国際映画祭にて、左からジェフ・ニコルズ、ルース・ネッカ、ジョエル・エドガートン、カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。